な感じで、あの今ポークビレッジって言って、ミートハウス、フードショップ、お食事とお土産、バーベキュー受付などがですね、ちょっとしたお店もあって、バーベキュースペースもあってゆっくり過ごすことができます。であちらにありますように東屋も予約したら借りられますので、ぜひぜひですね、お時間あるときはバーベキュー予約をして、とぐちビーチに遊びに来てもいいんじゃないかなと思いますね。あー、泳いでる人いますね。結構あそこの端っこもですね、端っこの山にも、山っていうかな、ちっちゃな岩の方にも登ろうと思えば登れるんですよ。まあ、あの高くて柵がないところなので、まあ、大人が登って、子供はちょっと一人で登らない人がいいかなと。あ、鳥もいます。海鳥もいます。こんな感じで、すごい絶対夕日が綺麗な場所ですね。ああいう感じでトンネル状になっている岩なので、まあ、干潮の時にそこまで歩いて子供たちが行くととても楽しいんじゃないかなと思いますね。アイスの自販機もあるんで、ここに出す子供たちもいいですね。比較的きれいに整理されたトイレもありますので、小さい子でも安心ではないでしょうか。こうやって外に水道もあるので手も洗いやすいです。石鹸もありますね。戸口ビーチはクラゲネットがありませんので、確かに泳ぐ遊泳スポットではないといえばないのかな。あ、風が強いな。風切りも大変だこれ。あ、鳥が歩いている。あ、泳いでるんじゃなくて犬と遊んでるんだな。ビーチですね、あのバーベキューができたりとか、まあ、東屋もありますので、ちゃんとこのポークビレッジの方で予約を取って、食材とかも受け取ることができますから、ぜひ、まあ、泳ぐというよりかは大人の
の遊ぶスポットとしていいんじゃないかなと思いますね。ああいう探検もできますし、まあ、ちょっと他にも登れますし、すごいロングビーチなんで人が何名かいても、まあ、離れて過ごすことができますから。機会があればぜひ戸口ビーチまで足を運んでみてください。あ、それではまた。